皆さんこんばんは、ツチノコブラザーズのペペロンです。今回は最優テラコッタの基本情報や置き方などをまとめたので、そちらを解説していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。最優テラコッタは全16色のブロックがあり、どれも非常にカラフルな外観で、上手に使えばかなりおしゃれな装飾ができます。適正ツールはツルハシで、粘着ピストンで押すことはできますが、なぜか戻すことはできないブロックになってます。最優テラコッタの主な入手方法は2つあります。1、色付きテラコッタを精錬する。テラコッタは粘土を精錬するか、メサなどのバイオームでたくさん入手できます。ただ普通のテラコッタを精錬しても何も起こらないので、普通のテラコッタに染料で色をつけて精錬することで最優テラコッタになります。 2. 石職人との取引。石職人のレベルを上げることで、エメラルド1個と色付きテラコッタか最優テラコッタを交換してくれます。ただ色の組み合わせはランダムなので、厳選が少し面倒かもしれません。石職人はテラコッタの他にもエメラルドの補充やクォーツを交換してくれるので、たくさんいてもいいかもしれませんね。色付きテラコッタや最優テラコッタは特定の場所に自然生成されますが、そんなに多くないので、今紹介した2つで最優テラコッタを集めるのがいいと思います。扱いが難しい最優テラコッタですが、模様には主に4通りあります。右の矢印ブロックを見てもらえばわかるんですが、内向き時計回りと反時計回り、外向き時計回りと反時計回りがあります。では実際に最優テラコッタを置いていきましょう。まずは簡単な床から置いていきましょう。まずは内向きの反時計回り、この矢印の向きにブロックを置いていけば内向きになります。こんな感じですね。はい、普通の最優テラコッタでやってみると、反時計回りはこういう模様になりますね。はい、こんな感じで模様が完成します。次は内向き時計回りですね。これもこの向きに合わせて置いていけば模様が完成します。次は外向きの時計回りですね。矢印の方向に置いていけば大丈夫です。こんな感じの模様になります。次は外向きの時計反対回り、はい、こんな感じになります。設置するのが難しいよって方はこんな感じで仮ブロックを置いて設置してあげるのもいいかもしれません。これの方がちょっと楽に設置ができます。では次に壁を作っていきましょう。壁は床より少し厄介なので、今回は解説のために4通りの置く順番を固定します。右下、右上、左上、左下の順で設置します。90度ずつ回転して置きます。地面の色付きブロックは奥向き、まあ設置する時の立つ場所を示してます。なので一番下の右下のブロックを置く場合は、白色のブロックのところに立って置いていきます。内向きの時計反対回りですね。まず左下はこっち側を向いて置く。次に右上ですね。右上はこっち側を向いて置く。次左上、左上はこっち側ですねを向いて置く。そしてまた90度回転させて、赤色は後ろから置く。これで、時計反対回り内向きのテラコッタの模様が完成します。次は内向きの時計回りですね。白色右下ですねはこっち側を向いて設置、そして90度回転させて、青色、まあ、右上はこっち側を向いて設置、まあ、90度回転させて左上で赤色ですね、赤色は90度また回転させて左下、こんな感じになります。次は、外向きの時計回りですね。外向きの時計回りはまず白色右下がこっち側に、こっち側を向いて設置、
そしたら次は、90度回転させて青色、右上が後ろから、そして左上黄色ですね、はこっち側からですね、まあ、ちょっと置きにくいんで仮ブロックを設置してこんな感じですね。で最後赤色、左下がこっち側を向いて設置という感じになります。次、外向きの時計反対回り、まずは白色、後ろからですね。次90度回転させてこんな感じでポンとポンと、こういう感じですね。まあ、こんな感じで壁も慣れれば簡単に作っていけると思います。というわけで今回は最優テラコッタについて解説してみました。いかがだったでしょうか。法則が分かれば意外と簡単に設置ができるブロックですが、まあ使うのは結構難しいなっていう印象のブロックですね。 1.18 でメサがかなり出やすくなり、テラコッタもたくさん入手できるようになったので、皆さんぜひテラコッタを使って建築してみてください。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ここまでのお相手はツノコブラザーズのペペロンでした。バイバーイ。